皆さんこんにちは、上岡夫婦です。今回も引き続きリビング収納の施工をしていきます。残るは壁一面と天井の施工です。今回で終わらせることはできたのでしょうか。おはようございます。おはようございます。今日は、はい、リビングの収納、リビングの収納の続きなんですけど、はい、今壁が3面できてます。3面、はい、なのであと壁一面プラス天井をやって、うんうん、ここの下地は終了したいと思います。あともう少しだね。はい、 いや結構ね広い収納になってくれそうだから、うん、早く完成させて、うん、リビングの作業をするためにも不必要なものを入れたいので。そうだね、うん、早く完成させたい。はい、じゃあやっていきましょう。やっていきましょう。はい、ピタピタ。いいね。やるね。こっちは多分余裕で入る。当たっちゃいけるね。枠完成。ここに断熱材を入れていきます。はい、これ、うん、この木をフィルムで覆いたいから、うんうんうん、一旦フィルム剥がしちゃいます。この後に、うん、これをこう覆いたいと思います。おー、なるほどね。で、石膏ボードかな。おー、綺麗じゃない。綺麗ね。うん、多分ここだね。はい、石膏ボードを、はい、貼っていきます。お願いします。どうだい。おー、ピッチピチ。なったぞ。すごいすごいすごい。ぴったり。ぴったり。気持ちいいね。気持ちいいね。オッケー。おしゃ。オッケー。おしゃ。いいね。いいね。よし、最後です。壁最後。壁最後。いきますよ。はい。入れ。入れ。入らん。ちょっと大きいか。入らん。削りましょう。はい。入った。入りません。お、よっしゃ、入った。イエーイ、入りました。入りました。こっち側もできました。おー、
これで4面壁は完成だね。そうだね。窓周りの壁もいい感じにできました。うん、いい感じです。じゃあ次は？次は天井です。まあここの斜め天井は前ウォックスルーのクローゼットでやったので手順は同じかな。そうだね。気をつけて断熱材を入れて石膏ボードを貼るって感じだね。昨日ねちょっとやってて断熱材触るときにちょっとマスクでやってたらちょっと鼻水がジュルジュルになっちゃったから今日はちょっとマスクでやります。防塵マスクとあとメガネつけた方がいいかもね。そうやね。ちょっとつけながらやろうか。はい、だからそうだね。はい。着きました。じゃあこれであと断熱材を入れてあげれば石膏ボードつけれるよね。あとちょっと一息。あと一息よ。だいぶ見えてきた。じゃあ目とか喉とかに気をつけながら断熱材を入れていこう。はい。喉とか鼻の調子はどう？これだったら全然大丈夫。いい感じ？うん、やっぱり防御してあげた方がいいね。そうだね、チクチクするからね、本当に。そうなんよ、目も痛くなるし、めっちゃ鼻水出るし。うん。よし、断熱材つきましたんで。はい。もうね、肩と首が。やっぱ天井はね、上向くからね。バキバキです。そしてじゃあ最後、さらに重たい石膏ボードを受けていこうか。はい、石膏ボード貼れたら終了です。もう少し。やっちゃおう。Your silhouette in the summer sky. But this is only a matter. You can only get better. You can only get better. And this is only a matter. You can only get better. You can only get better.
is holding me. It can only get better. It can only get better. And this is only a matter. It can only get better. It can only get better. This is only a matter. It can only get better. It can only get better. And this is only a matter. It can only get better. さあラスト、いよいよこのチョビだけです。ジャストフィット、ジャストフィット、ラスト。おすっこり、オッケーオッケー、すっこり止めます。はい、終わりました。いやー、さあちょっと明るい時間帯にこの部屋を見渡してみましょう。はい、もう今の時点で声が響いてます。あ、確かに変わったね。変わった。じゃあ見ていただきましょう。はい、できました。できました。すごい、やっとあの気持ち悪い感じがなくなった。なくなったね。いや、結構広い収納なんじゃないこれ。いやいや、十分広いよ、ね、大きさで言うと横が3700ぐらいか、横幅が120弱ぐらい。私の計画言っていい？いいの？計画言っちゃう。もう言っちゃう。ここら辺から奥行き40ぐらいの棚がこうどん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 ってあって、ここにいろいろこう収納されてるから、ほうほうほう、季節家電とか、まあ、その他もろもろ。おお、であなたが今立ってる方は掃除用品とか、そんな感じ。季節家電使わないやつとかさ、そうそう、意外と置く場所困るもんな。そう、収納ができた方がいいよね。確かに。で、あとお掃除ロボットも置きたい。あー、そっか。ってこう出て行ってな、掃除してもらわんといてんから。なるほどね、こっから出発していくわけや。そう。で、こっちに棚をつけても十分通路幅があるから、こっちにも奥行きが狭い18センチとか15センチくらいのちっちゃい棚を作って、なんか小物収納したいなと思ってます。すごい収納力抜群じゃない？そう、抜群。いいね。でさ、ここ開けたらさ、結構風入ってくるじゃん。入ってくる入ってくる。この部屋にいろいろ物詰めても、結構通気性はいいかなって思ってる。換気しっかりできてね。めっちゃちょうどいいな、その窓、大きさ。ちょうどいいの。完璧じゃないか。だからこの窓がね、ちょっと左に寄ってるのは、こっちがちょっと大きめの棚になるから、寄せました。計算されてます。もう天井も壁もついたので、ここはもうあとは仕上げだけって感じか。また楽しみやね、これがどう仕上がるか。そうそう、収納の棚も作りたいなとか思ってるから、どんな棚にしようかなとかいろいろ考えるとこはまだまだあるね。ありますね。ということで、はい、ここが無事終了したので、はい、次はリビングの天井。おお、超でかいよ。でかいね、今まで比にならんぐらいの広さがあるから。今までやってきた部屋2、3部屋分ぐらい。なのでまず天井の下地からやっていこうと思います。はい、天井ができたらもう本当に部屋の形になるので、うんうんうん、楽しみにしていただけたらと思います。はい、じゃあまた次回も頑張っていきますんでよろしくお願いします。When you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good.